ね、かっちゃん。かっちゃん。準備万端だよ。ペコちゃん、かわいいよペコ。でかいよなんか。何やってんだよジョンジョン。社会人としていかがなものでしょうか。集合時間何時です。集合時間ね、2時15分。2時15分でしたよね。はいはい、もう3時ですけど。やせ。ペコちゃん。睨んでるよ。ペコちゃん。ペコちゃん、ペコちゃん。着いた。シャボ、シャボ。シャボ、ペコちゃん。シャボ、ペコ。何で？今肉全然ないとこ。しつけのなんてないのが。これ誰だ。しつけじゃない。あ、ひどい。そういうとこじゃないですか。話しかけてすごい抱っこしてもらって喜んでますよって言ったら、そうですかって言って、うっすら何かが見えるだけ。アニマルコミュニケーターまでいかないんだけど、うっすらなんかこうちょっとなんかピュッて入ってくる。あんまその話よそでしない方がいい。頭おかしいと思う。すごいなんかいいね、ロマンチックだ。おもちゃだよペコちゃん。やめてよ、うちのペコちゃんに。うちのペコちゃんにやめてよ。高貴な女性なんだから。ペコちゃんのこと舐め回さないでよ。ペコちゃんのことやめてよ。びしょびしょだよ。あれはペコちゃん。あれは。ああ、しゅう。ああ、すごいね。ペコちゃん2個目だよ。ペコ、お座りは。うちはそういうのはやらないの。はい、タレント犬。カメラ見ろ。タレント犬あんま引っ張らないでください。機嫌損ねますよ。キュウリ切ってときませんよ。ぐるぐるぐる。すごい赤ですよね。ここで。すごいなと思う。鉛すぎやろ。いや、すんごい辛くなかったんですよ。そう、トロも甘い。トロもあったんですよ。これが嫌で。でもだんだんちっちゃくなってっちゃった。手前が大豆でしょ。手前大豆。そうそうそう。なかなかね、こう、3人揃ってね。これはもうあのノエルの、これノエキ、まだ耳が立ってるの。先輩方ね。そうそう、先輩方、初先輩方。これはペコチョでしょ、これペコチョ。それはわかるやん。なんで半ズボンで来んの。なんでそこに今12月よ。何やってるんですか。こうやると大豆が空で反撃するんですよ。いいね、楽しいね、よかったね。いや、家でも見れんな、この星。お風呂、え、お風呂あんの？お風呂あ、そうなんだ、俺お風呂がここにある。ギリギリで、こんな悪いもの。うるさいの、ババちゃんとやってもお風呂あるんだ。あ、ちょっとこれみんなで入んの？やだ。ちょっと待ってくださいよ。みんなでお風呂、ちょっとお風呂全然一緒に入れる。だってなんかガシガシ洗ってるとこなんか見られたくないですか？いや別に、あ、洗えばいいじゃないですか。俺のうんこの匂いの話しとんの。うんこは大丈夫ですよ。
絶対臭かったって。恥ずかしい、こんな恥ずかしめに会うと思わなかった。グランピング来て勘弁してくれよ本当に。ペコちゃんが一番お利口じゃねえよ。ペコちゃんペコちゃんが一番お利口じゃねえよ。お顔見してくれ、お顔見してくれ。あいやー可愛いじゃねえ。素敵な寝室なんですが、ベッドが2、布団が2ということで、取り合いになりそうなので、先にペコちゃんと添い寝して、抜け駆けしようかなと思います。半周かわいいよ。半周かわいいよ。ペコちゃんと一緒に寝ようかなと。あにゃ痛いよ。一緒に寝ようかペコちゃん。ペコちゃん一緒に寝るよね。あーかわいいよ。幸せ。雨です。これどうやって食うの納豆？大豆。あ、それ。ペコちゃん。楽しかったね。楽しかったね。ペコちゃんも楽しかったね。ペコちゃん楽しかったね。楽しかったね。確かに知れて黙って帰る。ペコちゃんゴーゴー。ペコちゃんゴーゴー。ゴー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 。ペコちゃん、ゴーゴー、ペコちゃん、ゴーゴー、ゴーゴー、ペコちゃん、ペコちゃん、ゴー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 、ペコちゃん。ペコちゃん、ペコちゃん、ペコちゃん。来たよ。レコちゃん、帰るよ。レコちゃん、やだよ。レコちゃん、ペコちゃん、ペコちゃん、重たいよ、ペコちゃん。重たい、重たいよ。
たりに。楽しかったね。よかったね。楽しかったね。よかったね。ペコちゃん。ペコちゃん。帰ろう。ペコちゃん。お知らせ。皆様本日もご覧いただきありがとうございました。現在犬舎では可愛い子犬たちを販売中。万全のアフターフォローで初めての方にもご安心いただけます。日本一のフレンチブルドッグをお手頃なお値段でお譲りしますので、お迎えご希望の方は下の概要欄にあるホームページからお電話いただければ幸いです。チャンネル登録してリンクも覗いて帰ってね。